陸続きで隣の国々と接しているヨーロッパでは、数千キロに及ぶ長距離ツーリングなどモーターサイクルで旅をすることがその使われ方の一つの主流となっています。マジョリティとしての大型ロードスポーツもそうした目的に合わせて高速の直進安定性や快適性が追求されてきました。もちろんコーナーが苦手というわけではありません。ロードゴーイングを楽しむためのスーパースポーツなのですから、ハイパフォーマンスながら扱いやすさも併せ持つというレーシングマシンからのテクノロジーのフィードバックが生かされています。しかし純粋にコーナーを攻め込むライディングとなると100馬力を超すハイパワーと乗り心地を考慮したストロークの大きなサスペンションの組み合わせは、次第にそのコントロールに緊張感を伴うことになります。多くの用途に合わせてあるとはいうものの、無理を強いればそれなりのリスクを負うことを忘れてはなりません。高い完成度を誇る日本製のスーパースポーツがなぜヨーロッパのライダーに愛されてきたのか、そしてそれがどういった使われ方を前提としているのか、今一度再認識をしておく必要がありそうです。確かにユーザー自体が物を見る目っていうのはこの頃超えてきてるよね、うん、でも、うん、与えられたものの中で、選べるというだけで、自分の中における絶対みたいなものを持ち出して、こういうものをバイクっていうのはこういうふうにあるべきだみたいなものでもって、とりあえず市場にあるものから選んでるっていうふうにはいかないよな、うん、カフェレーサーの走りなんて例えばイギリスであるのか、こちら本土側のヨーロッパであるのか僕は知らないけども、うん、ああいうものにしても与えられているものの中から、比較論で選ぶんじゃなくって、自分の中における、なんか絶対的なオートバイのイメージみたいなものがあって、それに限りなく近づけるためにああいう形を自分たちでこう作り出してきたっていうのあるでしょ。バイクっていうもの自体は非常にたくさんの部品がこう相まって一つのこう形式作ってるでしょ。だからもっとなんかこう、なんか個性っていうかその動物的なね、いわゆる、単細胞でない、ものに僕は出来上がっているような気がするわけね、これ物事をなんかこう進めていく上においてね、どんなことをその選択するにあたっても、半分いわゆる 50% は、ポジティブなもの、で 50% はネガティブなものっていうのはいつも二律背反してると思うわけ、うん、そういうものをこう両方こうトータルなイメージでもってそのバイクを見れるっていうね、だからただ単に、こちら側だけ見る、いいものいいものこれがいいねっていう見るんじゃなくて、うん、この悪いものがあるからこちらの良さが生きるみたいなね、そういうその、なんていうのかな、トータルで物事を見るようなバイク、うん、そういう考え方だから、与える側と与えられる側っていう、まあ今の2つで言えばね、分かれるんじゃなくって、与える側も与えられる側も一緒だみたいなね、そういう意識がもしあるならば、非常になんか僕がモットーとしてるね、思想に非常に近いなっていう気はするんだよね、こっちの国は基本的には知らん顔でしょ、うんうんうん、転ぶ人、危なかったらあなたのせいですよ、そうあなたのせいですよという、うん、そのぐらいのところがもう、だから電車のプラットフォームにいてもね、日本なら白線の内側にお下がりくださいっていうのを、うんうん、ミラノの駅なんかで待ってたら勝手に電車が行っちゃうっていう、ね、全然違うもんね、もうそこが違うからね、うん、そういう意味ではもう全然そこが違うから、もともとだからその社会とそのそういうものの関わり合い、人との関わり合いっていうのが、ね、うん、全然こう考え方がもう全然違ってるからね、うん、まあそれはそれでそこから話をスタートしなきゃ本当は違うんじゃないかなと思うところがすごくある、うん、グランプリレースなんてのはヨーロッパだって本当はね、安全安全って言ったって限度があるわけでしょ、うん、ね、そうそうだね、もちろんもちろんもっとみんな安全が欲しいんだけどね、うん、安全とはいうものの
一般行動でレース今でもしてるんだけど ね, だ, ね、うん、だけどだからどっかでそのオーガナイザーにはライダーは一生懸命こう要求するけれども、どっかから先は自分でやっぱりその辺はコントロールしなきゃいけない。当然ですね、最終的にはね、うん、だからグリーンが 100m あろうがね、うん、200m あろうが300m あろうがやっぱり自分でコントロールしなきゃいけないわけでしょ。自分の安全は自分で守ると、うんうん、それがもう前提じゃん、うん、バイクの代わり合いっていうかさ、もうすでにそういうものとの代わり合いっていうのがもうそういうところでこうすでにスタートが違ってるんじゃないかなって思うところがあるよね。なんかすごいオフロードバイク自体がこのオンロードでもってね、こういう地面折りとか本当峠道みたいなところに乗りやすいなって思うのよ。それ自体よくそのレーサー乗ってるライダーが言うけども、グリップ感とかって言うけども、それがバイクの安定につながったりね、人間の方に振っちゃえば安心感でしょ。多分安心感っていうレベルではあんまり高いグリップを求めるサスであるとかフレームであるとかのところから一気になくなるよりかね、オフロードバイクの方がこういつもブロックがこう動いてて、サスが動いてて、人間の感性でもってね、あ、コントロールできる。だから今回乗っててやっぱしオフ用に作ってるバイク、モトクロスターじゃないけどもものすごい乗りやすいもんね。タイヤにしても乗りやすいと思う。